わない。1回目見学来た時は結構曇りで、まあ、その時から必ずこのロケーションを気に入って決めたので、今日快晴になって非常に良かったと思います。1年越しの結婚式となってしまったんですけれども、こうやって皆さんのサポートのもと無事この日を迎えることができて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。嬉しいことがあると自分のことのように喜び、悩んだときは一緒に考えてくれる、そんな優しいアスカに励まされてきました。明るくて優しく常に周りの幸せを考えて行動できるアスカは本当に素敵な女性です。やすし君はですね、僕のことを常に会うとなんかおじいちゃんにすごく似てるっていうんですよね。まあ、そんな親近感を抱いていただいたのかなと思ってですね、すごく嬉しかったんですけれども、会社にとっても欠かせない存在にこの日を迎えられたということで嬉しく思っています。やすし君とあすかさんの幸せを少しずつ、持って帰って、またこれからの皆さんの幸せへと、発展していってください。乾杯。Oh, no.
やってるよ、もうなくなるよ。Thank you.